キツネ物語の近代の挿絵動物文学は動物を扱った文学作品の総称である。動物が登場する物語は文字で描かれたものか交渉かを問わず古来より偶話やおとぎ話の形で親しまれており、その中では言葉を話す動物がしばしば人間存在の象徴的な表現として取り扱われている。近代においては 科学的な観察態度の発達に伴い、客観的な観察態度のもとにしながらも文学性、芸術性の高い著作が書かれるようになる。その一方で、子供向けの本が多く生産されるようになると、すぐに動物が登場する本が登場し、間もなく、動物自身の視点から、その生涯を語ったり、あるいは人間との関わりにおいて、主要な役割を演じる長編小説が現れた。 必ずしも最善と区別できるわけではないが、以下では便宜的な類別の上で動物が登場する文学作品の傾向を解説する。シートン自身の筆による狼王ロボの差し絵ンによっては、動物文学の語は、動物を客観的、自然科学的な観察のもとにごいつつも、その描写や表現において文学性を保持する著作群に限定して用いられている。 本来は、動植物学や、博物学などの分野の記録であったものが、文学の領域にまで達しているようなものであったり、あるいは自然を題材としたエッセイであったりするもので、対象に対して客観的でありつつも、作者の人間観や人生観を伺わせ、また指針や情感に溢れているものが含まれる。例えば、アイザック・ワルトンの、超魚大全」、ビュフォンの、博物史、ギルバート・ホワイトの、 セルボーンの博物詩、チャールズ・ダーウィンのビーグル合コ回帰などの動物文学が書かれている。狩猟、牧畜が生活の中心であったために、伝統的に動物との関わりが深かった西洋に、対し、農耕が生活の中心であった日本においては、動物文学は比較的発達を遂げなかったが、近代において、まず現れたのは、こうした民族学的な視点からの著作であった。 以後日本でも動物に対する科学的な観察や記録の傾向が芽生えていき、1934年には雑誌、野鳥、動物文学が創刊され、こうした中から野鳥賛美を主題にした中西古道、動物の飼育記録を題材にした平岩米吉の著作などが生まれていった。イソップグーは、ウサギとカメの差し絵起源前に成立したアイソポスのイソップグーは、 中世フランスで成立した動物群話し、し狐物語など、物語において動物はしばしば悔いや教訓を伝えるための材料、例え話の素材や風刺の手段として用いられてきた。このような作品に登場する人の言葉を話し、人間のように生活する動物たちは、現実の動物であるよりはいわば毛皮を被った人間であり、従って、それらの真の主題は、 動物ではなく、人間とその世界であると言える。ジョージ・オーウェルの風刺小説、動物農場もこうした方法に則っ,って書かれたものである。中世ヨーロッパでは、動物史あるいは、動物群移集と言われるジャンルも流行した。これは、実在、架空を問わず、様々な動物を取り上げていき、その名前や習性などについて、道徳的、 宗教的な解釈を施していくというもので、中世に書かれたものの多くは、紀元3から4世紀頃のギリシア語の書物、フィシオロゴスを定本にしている。近代科学の発達のためか次第に人気を失っていったが、その形式は近代においても一部構成の児童書に継承されていった。日本においては、動物昔話の一種として、 動物同士の競争炭や広いものの分配炭などの形でこのような人間社会を反映した物語が知られているが、風刺の手段、媒介として動物を用いた例は非常に少ない。ローレンス・スターンのトリストラムシャンディを参考にし、ETA ・ホフマンのオスネコ・ムルの人生観を踏まえていると言われる夏目漱石の我が輩は猫であるは、当時の日本においては、 例外的な作品であった。西欧の変身誕の一つ、美女と野獣東西の神話、民話、伝説などにおいては、しばしば人間が動物に変身したり、あるいは動物に人間に変身したりといった話が見られる。紀元一世紀のオーディウス、変身物語のように、変身そのものに興味が注がれていると見られる例も、あるが人間が動物に変わる。 物語の場合は、しばしば悪魔の性質や、仏教における因果応報、輪廻などの関連の説明となっているもの、あるいは人間社会を批判するための客観的な立場を得る、ために人間以外の動物に変身するといったものの例も参見される。後世においては、ガーネットの狐になった奥様、フランツカフカの変身、中島敦の三月期などが人間が、 動物になる変身を素材とした近代文学の作例である。日本においては、鶴の恩返しや、狐女房ハマグリ女房のように、動物が人への恩返しのために人間の姿になって現れる動物法音炭が変身物語と結びついている。動物を助けることによって富がもたらされるという話したちは、 西洋の昔話においても珍しいものではないが、このように動物が人間の異性の姿になって恩を受けた人間と結婚するという話は西洋ではあまり見られないタイプのものである。なお、西洋の物語においては、変身は一般に霊薬などの外部の超常的な力によってもたらされるものとして描かれるのに対し、日本の伝統的な変身物語では、 変身者が自身に内在する力によって自ら変身するという形で描かれるという点にも特色がある。ビアトリックス・ポーター、ピーター・ラビットのお話より、動物文学はその性質として、児童文学の分野と結びつきやすく、例えば、シートン・動物記や、ファーブル昆虫記など、必ずしも子供向けに書かれたものでない著作もしばしば、子供向けに採用され、 児童文学化していく傾向がある。おとぎ話にも喋る動物が登場するものが多いが、近代になって、子供向けの本が量産されるようになるとすぐに動物が登場する本も作られ、例えば18世紀半ばのイギリスでは、ジョン・ニューベリーによって小さい紳士縮女のための可愛い絵本など、人間の子供と動物が親しく会話するような本が、いくも手がけられている。こうした中から、 ドロシーキルナーあるネズミの一大域のような作品を講師として、動物が自分の生涯を自ら語ったり、あるいは主要な役割を担う長編の動物物語が現れ始めた。しばしば動物愛護の精神を解くために書かれた、こうした動物物語は、イギリスでは1810年代より一時下火となるが、動物が語り手となる形式は、アンナシュエルの 黒馬物語の成功によって見直され、動物を語り手とする物語というパターンを定着させた。一方、ラドヤード・キプリングは、ジャングルブックで動物に育てられた少年の物語という動物物語の別のタイプを提示している。世紀の変わり目には、別説でも取り上げたアーネスト・シートンの私が知っている野生動物によって、 さらに新しいタイプの写実的かつドラマティックな動物物語が開拓された。この流れは同じカナダ人のジ d ディ・ロバーツ、赤ギツネ、アメリカのジャック・ロンドンによる野生の呼び声、白がイギリスのヘンリー・ウィリアムソンによるカワウソ・タルカなどに受け継がれており、アメリカとカナダでは1920年代から1940年代にかけて写実的な動物物語が優勢を占めた。 こうした流れの中で、ウィル・ジェームズのメイバス・モーギー、マージョリキ・ナンドー・ーリングスの小鹿物語、エリック・ナイトの名犬、ラッシーといった人間の視点から動物への愛を語るタイプの名作も生まれている。他方イギリスでは、この時期、ケネス・グレアムの楽しい川辺、ビアトリックス・スポーターのピーター・ラビットシリーズなど、動物を人間の性格類型としつつ、 その一種の社会的生活を描いた作品が描かれており、この傾向は、ヒューロフティングのドリトル先生シリーズをはじめとして、両大戦間のイギリスにおける動物物語の大部分を特徴づけている。日本においては、こうした動物物語が演熟するのは、第二次大戦後であり、高安県物語の戸川幸夫や、 大蔵いさんとガンなどで知られる、ムクハト獣によって一連の動物物語が書かれていった。ありがとうございます。